B 級。この度はご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。おだこさん。はい。この試合の説明をよろしくお願いします。はい。これは全国大会、中学校中大連全国大会の予選、はい、北海道神楽2セット目ですかね。はい。1セット目ちなみに僕らが取ってます。はい。の2セット目です。前中のもう本当の初戦よね、予選の。そう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 。相手が、北海道2位上がりやったか。うん。旭川神楽中学校。そう。だけ北と南の大会、対決。俺らが一応九州1位上がりやったよね。そう。もう圧倒的な自信を持って挑んだ予選。だから大体音楽とかってさ、まあ、九州とかでもそうだけど、予選とかって大体10点ぐらいで相手を倒すけ、うん、だけどまあ全国はどんなもんなんやろうって言って入ったゲームやね。そうね。で、1セット目は取ったよね、一応取ったやけど、なんか1セット目は普通に競ったの。うん。だけ普通やったら余裕で勝つのに競ったけ、なんでっていう今状態の入って2セット目ですね。手前が我々の音楽中学校。あ、そう、赤焼け分かりづらいね。そうで、奥が神楽中ですね。うん。で、今打った2番のね、林選手は小田校と同じ大学なんですよね。そう、せいやね、後々同じ大学になって、まあ、こいつ辞めたんやけど、途中でまさか中学校で戦った相手が大学のね、あの、顔合わせあるやん、最初の顔合わせ顔合わせ。うんうん。その時にうおってなったもん。めっちゃ宿敵やけね。そう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 。これ結果言うと僕ら予選負けたんすよ、実は。全国2位になったんですけど、これ負けて敗者復活で上がって決勝まで行ったんですよね。そう。で、神楽中は結局向こうの山の3位、うん、準決勝で駿台に負けたんですよね。そう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 。だけどどっちも駿台に負けた。ベスト4に入っとる2チームが予選で当たるっていう、この最悪の組み合わせやったわけよね、うん、気づいたら。そう。俺らのこの時の心境としてはさ、なんでこんなチームに負けるんやっていうさ、相手をもう完全に見下しちゃったもんね。そう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 。もう自信ある気できとったし、しかもこの時って情報とかないけど調べんだよね、うん、相手のこととか。だけどまあ北海道のに、ああ大したことないなっていう感覚やったよね、うん、俺らからしたら。自分らがその県の2位とかに負けるはずがないみたいなので、うん、絶対的自信を持って乗り込んだのにね。でちなみに知らん人のために言うと、3番の今打ったのが小田子、はい、で、手前のセッターやってるのが古田ですね、2番。この時からもう分かっとうね、こう俺が1本目トスして開いてない状態で上げてね。でもこんな筋肉ないけさ、力ないけさ、フルで打ててないね。確かに。もう技術でどうにかしとる。補正もめっちゃ細いね。だって今とかはもうすごい、お前の方が余裕でごついけどさ、この時多分俺の方がごついもん。ああ確かにね、うん、めっちゃ細いね。やばい、ひょろひょろしとる。サーブ決められました。てかこの総チリのさ、このリベロユニフォーム、これこんなんあったっけ。白これ作っ…え、何これって思ったんやけど俺。確かに。あ、作ったんじゃない、白。だって普通って音楽なんで、単調の白やん。あの最強の4やろ。うん。うわー、いい黒セットやけどね。あ、これなんか俺覚えとる。これ覚えとるなんか。謝り方すごかったよ、こんな。多分あれよ、俺悔しい時あれ、あのこれ、あの謝り方する。りょうさんこうやって頭抱えとって。カズキが真似しよったよ。いや、言ったね。さあ、チャンス。レフト。おお、またや。おお、あの間がね。そうそうそう。もう間に合ってないもんね。あれがもうあの点数の取り方ですよね。ホットラインやね。うん。うわー、でも今のいい攻撃やったね。月バレに記載されるぐらいやけ。今のはめっちゃいいわ。しかもさ、なんか達也もなんかタイミングなんかおしゃれな言い方するね。いつもと違う。俺中学校の時は上手いんじゃね。普通の人とタイミング違う。まあなんかそういう練習しよったもんね。そうね、させられよったよね。うん。神楽のこれ誰、これ、あ、違うか、
このね、神楽のね、今ライトに俺ね1番やろ1番がマジバケモンやった。めっちゃ身体能力高くてさレシーブとかクソうまかったよね。そうこいつ普通にあのジャパンとかのリベロ行けたやろっていう中学校マジでうまかった。なんかさ目立ってないけどね。俺のイメージさコートの外によってワンタッチボールとか飛び込んであげたとか読みがすごかったよね、うん、ほら見てあの今ライト前のね、あの立っとう感じ、うん、もううまい感じで出とうやろ。出とう出とう。でさなんかスパイクもたまに打つけどまあまあ強いの打ってくるっちゃ飛ぶもんね。うんこいつめっちゃ覚えとう。確かに神楽はこの1番と林ぐらいしか覚えてないもんな。になんかクソやられた。で監督がうるさいってイメージしかない。監督うるさかったっけ。監督ならめっちゃうるさかったよ。なんかコートの前にずっとおる。あの裏をさどうにかできんかったのが謎やね。あそうなんか裏がねペロペロしてきてバランス俺らのあれを崩された。言うて中学生ってペロペロされて取れんけで、ね、なんか、うん、アホなんやろね。俺こい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 あれよあれ俺のやばくねあれ俺覚えとったっちゃん。あれでねこいつやべえと思ったもん俺。そうあれあれあれ今のマジやばいよ。やばいよね。あれだって中学生よ。絶対決まるやろあんな。高校生でもあんなんしてくるやつあんまおらんぜ、うん、こいつだけマジ野生の関東。普通にもう身体能力お化け。確かお前キャッチうまキャッチうまくね今の。川野が2本連続ミスった。めっちゃ落ち込んど。やばいやばいやばい。1年生やけね、うん、まあ言うてみんな結構調子悪かったっけど硬かったっけね。川野2年連続全国準優勝。そうすごいよね。6年の時もね、うん、6年の時すごかったけな。だってもう1年のサイズ感じゃねえもんこれ見よったら。だって2番目に大きいんじゃない。74、5健太郎がどれぐらい。いやもう77ぐらいあったよ。77ってやばいね1年で、うん、これさあおバックアタック。おー入った入った。あーアウトやった。拾ってしまった。おーおしゃれおしゃれですねあんなんするったい。しかもちゃんとちょっと喜びをし自分が得点したけど同じようくキモいキモいよね。なんか中学生の時の自分って。中学の時はマジキモい。調子いいだった。小学中学生あるあるじゃない。なんかさ自分で点数取った後さ、うん、なんか大きくなった感じしてサーブとか攻めてしまって調子乗ってミスるってあるあるじゃない。結構あるかもしれない。俺結構ミスりよったもん。さあこれせいやにセンターオープン。こいつがね、やってくるんや。そう、せいや強かった。うわっ社長マジやるね。うまっ。これでも中学生普通にマジでうまいと思う。社長の子だけど狙ってないんじゃないこれ。でも音がこれみんなできよったのがマジですごいよ。ここ今強いポジションよ、音が。そうね。で、あ誰何やあのレシーブ上がったんじゃない今。今通り過ぎていったやろ完全に。こうやっとったらここにボールがターンと落ちたの後ろに。あるあるのやつ、ね、これミスったやつね。場所ミスるやつね。ちょうどターカスが守ってくれたアングルで。さあそっちでよかった。カグラもねそうレシーブいいんよめっちゃ繋いでくれちゃうね。あの1番マジ動きがすげえ、うん、怖い怖い怖い。お叩き込める。え、なんであのスパイク。何あのスパイク。ボールに負けとうや。ケンタロウマジ細いもんね、うん、今気持ち的にはアタックラインぐらい打ち込む予定やってくる。なんかボールに負けてめっちゃ上の方行った、ね、さあ結構おだこ打ちようよ。スパイクめっちゃ打ちようよね俺この中学生の時、うん、中学でライトやろ。ほらあこれホットライン。あー強い。うんでも上げられ。ああ中学でいやホットラインやわ普通にあれ取れんと思う中学生やったら。叩き込みもまあまあ、まあライトってさなんか速いやん、うん、ブロックがね難しいもんね、うん、相手からしたら。
これ今どうなんやろ点数。今結構でもいい勝負じゃない？このセットだって川野がまた川野がまたかわいそう川野のさもう落ち込んどうのすげえわかるもんね。これで悲壮感が漂っと、あいつそんな感じじゃなかった。多分この時だけよね、すごいこんななっとったの、ね、負のオーラ解き放っとん、うん、うわ多分これね、ケンタロウダブル剣で俺らこれさ、負けたの赤のユニフォームのせいにしたもんねそうやね、この後からもう白のユニフォームしか着らんくなったもんな。そう俺らそうよね、なんか白が演技良かったよね。そう白のユニフォームは負けたことなかった公式戦。そう黒、うん、この色の方がかっこよくてみんな着よったけど、うん、俺らの代で白にしたよね。そうこの赤の方がその上の代とかまで多分この赤が勝負にやったよ。そうね、うん、どうしよう誰俺ややーばちゃんと見てなかったけど、なんか意味わからんことしとったよ絶対。中学生の時ってほんと面白いプレイいっぱいするけんね、うん、やばいわ。ドンク性も音がいいね、キャッチ、うん、うわ珍しく褒められました。でもあれたまにやったくない？間あると思ってさ、間打ったら追いかけてきたのが当たってこうちょろーみたいな、うん、いや俺中学生の技量の時は2枚来たら抜ききらんかったもん。だけ今のはさ、たまたま2枚来たやん。だから向こうの方がブロック結構ついてくるんで。でもさ、寸大とかはさ、完全にさデータ取ってきとってさ、2枚来よったやん。だけどもう全然決まらんかったもん、レオだよ。おつレオはマジ飛んどうよ、うん、この時今ともうなんか出来上がったもん、顔とか多分一緒やもんレオジュニアの時から今も変わらんけど、すごいね、若返っていきよ、どんどん追いついてきよる。この一番平気でなんかオーバーキャッチとかめっちゃしよ。お、いいね、小田子最悪。おこんなんしよう。あ、相手マジレシーブいいわ、繋いでくるね、めっちゃ。これレオいける、うおやば、今ギャラリーにボールいったぜ、ギャラリーにボールがやば、すげえ、ぶち込みようもん、レオ今のやばいね。で、レオ何しよう。でもさ、中学の見たらさ、うん、あんま体使えてないけどさ、あ、ジュニアか、うん、中学入ってレオ体使って打つようになったやん、うん、パワフル、ね、めっちゃパワフルになった、球が乗っておもんね、しっかり、うん、パワーだけやったらナンバーワンやね、こんな感じ、うん、腰浮いてほしい。なに、なに今あー大沢っぽいわ。ケンタロウ絶対チプレイするけど、こいつもまた面白いにするぜ、絶対真ん中でレシーブしようけ、キャッチだけはまあまあ良かったけど、高くね、マジ強くね、レオ、レオだけ乗っとうわ、無双しとう飛んどもね、めっちゃフルで打たしたら大体決まるんじゃねってぐらいやね、うん、サービスエース取るんじゃない、これでも決めた後やけね、あーやっぱり、おサービスですやん、無双しとる、やばいやばいやばい、大活躍。レオこれさ、親指の怪我しとったんかな、あーかもしれん、突き指しとったんじゃね、ブロックで、うん、あま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 あ、でもだいぶ点数取っとるけど、今何点だろう、結構いい勝負しとんじゃね、それだけなんかもう、うん、俺の記憶やったらもうなんか全然なんか強いと思わんのに点数が、オンが絶対さ、そのもうこうなっていくやん、わかるわかる、なのに常にこうなっとるけ、めちゃめちゃなんていうフラストレーションが溜まってたの、この試合って、わかるわ。そう、もともともう大きとか寸大とか強いっていうやるチームって分かっとったら、もうなんていうそれが認識されとけさ、そのセルやろうねってね、そう試合の中で組み立てできるけど、ここいつも行くやろうってとこでいけんけ、もどかしいよね、めっちゃ。そう、めっちゃやばかった。で、相手もさ、スパイクそんななんかめっちゃ強いわけでもないやん、うん、すんないとかはもう圧倒的に強かったけど、どうしようもなかったけど、そうね、この9番とかさ、そう、こんな、こういうのがマジでもう、うん、はぁ、あ、みたいな、
判断の変なスプレー、そう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 、9番止めろよ取れよみたいな感じだったもんね俺ら、うん、コート内でそれでめっちゃ雰囲気悪くなってた。そう、おそうだ、足元がすくんどる形がダメ、うん、多分緊張しとる、まあ、怪しいんじゃないドリブル。サーブキャッチとかってさ、なんていうビビ自分の中でビビっとったらさ、ああふわふわってなって今みたいに足動いたまんま取ってしまうじゃん結構。おお、2枚キャッチです。おお、危ねえ危ねえね、うん、だけどビビっとおおむちゃくちゃやな。おあ、あドリブル、ドリブルじゃねえ、オーバー、オーバーか。はあ、でもこうやって振り返ったら俺もまあまあチンプレーしよる。そうね、その当時はあんまイメージないけどさ、うん、お互いやり、そうそう、これこれこういう感じであったわ。ケンタロウとかやっぱやってくれるけどね絶対。そうね、俺のチンプレーがもう見事に隠れてた。ケンタロウはだって1日の練習試合で1チンプレーって言われたっけね 100% やるけどね。でそのたんびにこいつそのたんびにこいつ不機嫌になるよったじゃんね、みんなに言われるけアンダーでだってお前相手のコートのエンドラインの後ろにぶっ飛ばしてるしライトーっつったやろ2本目なのにダーンラスト返すならわかるけど、お前トス上げの意見どこでお前相手コートに返す。よい天才が入ってきたのカードに変わって、音楽中の学年1位のヒロキが入ってきましたよ。宇宙飛行士、計算されてます、計算された、あの回転とおおおおマジだ、いいね。さあ次はまた計算を合わせていくよ、今難しい計算していくよ。計算ミスとった、うん、おおほらほらほらいい角度で、ほらほらほらいい角度でっつってコーナーにしっかり打っていきよう。ヒロキって足投げよ、うん、俺も今言おうとした足投げでめっちゃ猫背ってイメージある、うん、ありえんぐらい猫背やもん、すげえ。お、いいね。音楽ってこのジュニアみたいなさ、うん、そみんなキャッチできるけどジュニアと一緒にフォーメーションが、ね、キャッチの逆にキモいよね。まあ、本当みんなレシーブできて攻撃は高校生みたいな感じやねこうライトから A クイック入ってくるやつもおればレフトに開くライトに開くってあるけど、そっから、なんかでもなんか勝っとうイメージあるね俺らは、ね、雰囲気勝ってそうな感じあるけどね。なんかちょっと連続とか取られたけどまあ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 みたいな感じっぽいけどね、うん、こっからやられるんかな。うわー、なんで見事にやられましたね。でもなんかせいやもマジ身軽やな。なんせこのポジション俺がセンターブロックしようけな今やったらさあんな多分クイックに振られんやん、ね、しっかりなついていってしまった。見えんなんじゃない、もういいスパイクやもだこ、うん、いいねマジで。中学生の時は一番スパイク打ちよったね絶対、うん、だってもう10本ぐらい打っとんじゃない。これでもでも独特な打ち方やねめっちゃ。お前おむつ履いとるやん白やろチラ見せ、お、負けた。あ、今ので終わったん。お、負けとったんや。あ、あいや、そうよ負けとるやん。はい、した意外に負けとったって感じやね。なんかね、変な感じで負けて、これはね、3セット目あるんですけど、多分3セット目は10点ぐらいで負けましたねで、まあね、この試合は結局予選1回負けて敗者復活戦で勝って、うん、そのまあ決勝トーナメントだったんですけど、うん、まあ、予選負けた時はもうなんかいろんな人のせいにしちゃったよねユニフォームのせいにしたり、あとはなんか同級生の子が応援に来ちゃったけど、そいつの声がうるさいっていう
からクソ性格の悪い俺らはそういうせいにしたりしてね、負けを認めんように現実逃避しちゃったって懐かしい。でこの試合の後に尾上中学校っていうところだったと思うんですけど、ことやって、まあ敗者復活で上がって、でトーナメントで上がってったって感じなんですけど、そうね、だけ公式戦で唯一負けたのは多分寸大と大木とこの神楽、ああそうやね、ぐらいだと思うんですよね、なんでこれ結構レアや、俺ら的にも印象的な試合やったね、はい、てな感じでね今回これで終了します。せーの BQ